ナンバー・アイの輝かしい始まり、平野の仕神宮寺勇太・岸ゆ太のダンスにファン興奮。芸能界に新たな風を巻き起こしている元、キングピンスのメンバー、平野の仕神宮寺勇太・岸ゆ太が11月25日に公開したダンスショットが、ファンの間で大きな注目を集めています。新たに結成されたグループ、ナンバー・アイのメンバーたちが、 ダンサーとしての魅力を存分に発揮し、ファンを興奮させています。この記事では、その写真や関連情報をもとに、ナンバーアイの活動について詳しく掘り下げていきます。ナンバーアイのダンス、ファンを魅了。もともと、 キングピンスのメンバーとして活躍していた平野市王、神宮寺裕太、岸裕太が新たに結成したグループ、ナンバー・アイがダンスシーンでの活動に本格的に取り組んでいることがファンに広く知られつつあります。11月25日に平野紫王がインスタグラムに投稿した写真には彼自身と仲間たちがダンススタジオで肩を組んでいる様子が収められていました。 この姿にファンからは、みんなかっこよすぎる、生き生きしてるお顔が見れて最高に幸せ、といった熱いコメントが寄せられました。キャズ・セファイアーさんとのコラボレーションから生まれたダンス動画のオフショットとして公開されたこの写真は、ナンバー・アイのメンバーたちがダンスに真剣に向き合っていることを示しています。特に、ダンサー・カー・セファイアーさんは自身のインスタグラムで、 こんなに音楽に、ダンスに、純粋で真剣な人はあまりいないよ。みんなが本気だから俺も砲撃で向き合ってくよ。セクシーコーンのサック全部できちゃう恐ろしい三人。と、ナンバーアイのダンスへの情熱やスキルの高さを称賛しています。ファンたちは、 ナンバー・ I のダンスが単なるエンターテインメント以上のものであることを感じ、新グループの本格的な指導に期待を寄せています。彼らのダンスは単なる動きではなく、真剣勝負の現れであり、その姿勢がファンに強く伝わっているようです。ナンバー・ I の友情と絆。写真には、平野志耀さんが神宮寺ゆうたさん、岸ゆうたさん、 そしてダンサーのキャズセファイアーさんと共にダンススタジオでの様子が収められています。平野さんはコメントで、カズは出会ってそんなに時間は経ってはないけどめちゃくちゃ仲良いよね俺らしょう、と述べ、仲の良さをアピールしています。これは、ナンバーアイのメンバーたちがすでに固い絆で結ばれており、協力し合いながら新たな舞台に向けて進んでいることを示唆しています。 彼らの友情と絆はファンにとっても心温まるものであり、その結束力が彼らの活動を支える大きな要因となっているようです。ダンスシーンだけでなく、プライベートな交流も豊かで、それが彼らのパフォーマンスにもポジティブな影響を与えていることが伺えます。ナンバー I の注目度急上昇。 ナンバー I は滝沢秀明さんが設立した芸能事務所、とべに所属しており、10月15日には東京ドームで行われた生配信でその結成を発表しました。この発表により芸能界に新たなスターが誕生する可能性に期待が高まりました。 11月15日に発売された雑誌、ナイロンジャパングローブルイシュー04では、ナンバーアイのメンバーたちが初めて表紙を飾り、グループの本格指導に対する期待が一気に高まりました。これは芸能雑誌の表紙を飾ることは大きなステップであり、その存在感と実力が広く認められていることを示しています。ファンたちは、 ナンバー・ I の新曲にも期待を寄せつつ、メンバーたちの個々の活動にも注目しています。彼らが持つダンスへの情熱や芸術性、そしてグループ全体のエネルギーが、今後の芸能シーンにどのような新たな波を巻き起こすかに期待が膨らんでいます。ナンバー・ I のメンバー。 平野紫耀、神宮寺勇太、た、岸ゆ太のダンスシーンでの活動がファンの期待を超える形で展開されています。彼らの真剣な姿勢、友情と絆、そして芸能界における注目度の急上昇は新しいグループとしての成功を予感させます。 彼らが提示するエンターテインメントは単なるパフォーマンス以上に真摯で情熱的なアートとして受け入れられています。ナンバー・アイのこれからの活動が芸能界に新たな風をもたらしファンを驚かせることでしょう。この記事ではナンバー・アイのダンス活動に焦点を当てメンバーたちの絆やグループの注目度の高まりについて詳しく取り上げました。ファンの期待が高まる中、 彼らが今後どのような活動を展開していくのか楽しみに待ちたいところです。